はい、どうもみなさん、こんにちは、きなです。今回はですね、こちら、ご飯ビストね、赤1にしました。はい、結構ね、ガチャ引いて、頑張ってね、トツ上げたんで、使っていこうかなと思います。で、すごいね、今僕、レジェンズのモチベーションが高いというか、本当に上手くなりたい意欲がすごいんで、せっかくね、ビースト、性能好みのキャラクターなんで、ちょっと今期、本気でね、時間取ってレジェンズやってみようかなって思ってまして、まだまだね、まあゴッド7回取ってはいるんですけれども、本当に超上位層の方と、全くね、太刀打ちできないような PS なんですよね。だから、今期をね、機に、本気でちょっとレジェンズやってみたいなということで、こちらの最強の編成考えてきたんでね、使っていこうかなと思います。さあ、お願いします。相手は、サイヤ人パーティーにタッピー入れた感じか。はい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 。まあ、ビーストね、マジで、ブーストもね、入れて、今めちゃめちゃね、活躍できるキャラクターなんで、まあ全キャラ中、トップっていう人結構多いんじゃないかなって思ってるんで、ちょっとガチります、本当に。あんやられた。だからね、実況も、ちょっと前みたいに、うまいことできひんかもしれんけど、よろしくお願いします。おーおーおお、すごい外してきた。あー、どうしよう、強気に行こうか。ラパン打撃いって、まあ、2連回避でいいかな。おお、変えてくるか。回避見て、必殺で。OK? とりあえずコンボ取って、お最速ないんで、射撃打とうか。2連打って、巨角で。待って、遅れた。バックル回避、OK? さあ、相手、なんかブロリーとか入ってないんで、とりあえずまあ、遠距離特殊はバカ強いと。いった感じで、OK、弾ください。弾ください。欲しい。マジで。頼む。ここ、一発。いやー、マジか。さあ、とりあえず、必殺か特殊引いて、ビーストに繋いでいきたいんやけど、どうでしょうか。うん。てか、バトルロイヤルのさ、なんか、ルールみたいなあったけど、あれ結構、弾付与率減ってる気しますね。まあ、全然関係ないんやけど。さあ、いや、どうしようかな、これ。あ、変えてきてくれんやったら、こっちで打ちましょう。OK? まあ、落とせるでしょう。うん、変えてくる。よしよしよし。パンちゃんもやっぱ地味に優秀やな。なんやかんや。相手の、カウントというか、あれか。耐久付与とかね。やばい、言葉が出てこへん。起きたばっかりなんで。よしよし、とりあえずタピブレス受けまして。これね、最近気づいたんやけど、やっぱライナーして1体持っていくんがクソ大事やから。なんかそうなったらめちゃめちゃ有利になるから。これは、まだ油断できないな。あと、龍拳がね、すごい切り返せるキャラなんで。特殊強いんだよね、バンちゃん。ちょ、キュリピョンでいいや。タックル回避。いやー、そのタイミングね。どうしましょうかね。出すか。こうなるとね、結構、まあ、踏ん張り2体と落ち葉不要因なんで、まあ、ある程度誰落としてもいいっていうのがあるんで、かなり楽に立ち回れるな、この編成は。いいね、ベジット。なんやかんや、やっぱベジットクソ強えわ。よしよしよし。で、究極を打つべきかどうかなんだけど、いいか。出していこうか。オッケー。ちょ、なんか、単発出んの遅れたんやけど。危な。ああ、やられたわ。ああ、メイン切ってるし耐えるんじゃないかな。あ、耐えないか。ちょ、やらかしたな、今の単発。ミスは本当に。いや、ああいうのが多いんだよね。しゃあ、打って、オッケー。よしよし。これもう究極で確実に落とします。で、味方落ちてるんで、玉吐きもできるんで、バカ強いよねって話で。オッケー。ナイス。強すぎ。特殊。バニ回復できんの強いよ。どうしよう。跳ねた見て必殺でいいか、普通に。跳ねた見て必殺。ワンチャンメイン。あー、マジか。ここ出します。さあ。どうしてくれんやろ。いいね。オッケー。とりあえず、バニかけ使わしたいんやけど。いや、まあ、しゃあないな。まあ、でも、タイマー負けないですね、正直。
龍拳にメイン切らしたら大丈夫だろ。ワニだけ使わそう。OK、 これでじゃあ攻めよう。ワニ投げる。おー、うまいな。うまいけどさすがに大丈夫でしょう。 OK、 OK、 画面切って回復してぶん殴るでいいかな。よし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 。まあちょっとこの龍拳ね、残ったのがやっぱめんどくさくなってるから、あの単発ミスは本当にやばいな。回復していけるでしょう。ここ OKOK ってなわけでやりきれるかな。もう一枚引けんなこれ。あー、大変ありがとうございました。よし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 。まあそこそこな詰め方できましたね。さあお願いします。相手はおーっと、すごい劇場やね。ビーストがいない代わりに龍拳入ってるって感じか。いやね、このね編成結構龍拳きついからマジ気ぃつけた方がいい。紫がね突っ低いんで止めて。よしよし。さあとりあえずこのね必殺バカ強いんで、あ、受けてくるか。俺ら大ダメージ、属性振り向こう知ってますね。まあ、鏡って一体止めよう。でカブスへ押したい。ちょ本当にカブス上手くなったらだいぶ PS としては上がる気がしてるから。で一個払ったん大気か。見て止めよう。変えて、いやメイン切ってくる感じすんな。これちょっと間違えちゃったな。タックル押しちゃってるかも。やぶね。特殊で見よう。入れていく。ここは即でいいな。ここ即いきます。 OK。 よしよしよし。いやカードキ強いなピッコロさん。ドロー速、とりあえずユニゲを再展開していきたい。チャイキください。ナイスチャイキ。オッケー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 。こうなると強い。こうなるとバカ強いビーストは。いやーマジか。これねカードないんで圧打つわ。よしよしよし。さあ今度こそしっかり落としきって。バリ強ビーストやばすぎマジで。さあ弾ある打撃から消化したいが、あーまあ期間が遅れる。いやーまあしゃない。即警戒しすぎか。さあ一旦ピッコロで、これ強い。カード破棄なんでね。オッケーオッケー。いや、踏ん張り2枚ガチいいね。最近78とか、なんか、クーラーも結構減ってるから、踏ん張りが、活躍はしやすいと。よしよしよし。でもやっぱ龍拳強いな。だからまあピッコロのおかげで、ユニゲを展開させてないのはガチででかい。そうそういい。OK。 ああ見てんのか、うまいな。単発返しまして133ぐらいか。回見て射撃。これライでいいわ。あ、バニー回復あんのか。ちょっと待って、これ詰めるしかないわ。忘れてたわ。しゃあない。あ、これ出していいな。 OKOK。 さあ必殺でまたユニゲもらいましょう。3ぐらいやったから。いやこれ回んな。うっ強っ。ガチ強い。いるか。はい、見て。居座ります。まあ、しゃあない。これで展開して。ああ、でも、龍拳たまり。いやそうだよな。龍拳たまるんか。誰捨てるかやけど。ああ、まあ、ベジットかな、体力的に。これ、残します。うん。多分、三突やったら耐えれへんので。全部そこだな。全部そのタイミングなんか分かっちゃいまして。 OK、 ぶち落としていく。さあメイン強いよ。龍拳もメイン切ったらそんなに脅威じゃないんでいけるかな。ライでいいわ。 OK、 強すぎ。さあ対戦ありがとうございました。 OK。 さあ最後お願いします。相手村染ですね。今回の試合ねクーラー出てこなかったんですけども、クーラーいるときはベジット出さないっていう結構ね器用な、選出もできるんで、このパーティーかなりおすすめですね。お願いします。さあ、おー、なんだそれ。じゃこっち出して、まあとりあえず一旦ブロリー来てもいいや。お、マジか。一旦ブロリー来てもいいやって思ってるんだけど、必殺打ちます。ちょっと使わせよう。 OK で、ブロッチャーね止めてくれる。これ助かる。勝って、OK。 強っ。あ、待って待って待って、なんか
変な外れになっちゃったわ。まあいいや、いいよいいよ。デジってクソ硬いんだね。紫染めにはバカ強いと。紫染めもね一定数いるんでね、一旦止めます。アップル回避即。あ、マジか。うわお、そんなことしてくるなんて言った。アラパン打撃いこうか。 OK。 さあ特殊でとりあえずしっかりとユニゲを回していこう。止めてくる。玉吐き嫌だな。いや必殺の玉か。これパンちゃんで変換するか。 OKOK。 跳ねる。 OK 跳ねてくれる。一発殴ろう。一発殴って、でここで撃ちます。ユニゲがあるんでね敵の。いやそういうとこも考えないとマジでね、あの困ることめちゃめちゃ増えるんで、ブロリーのユニゲは特に注意した方がいい。オッケー。とにかく一発目はね特に。よしよしよし、しっかりとしばいていって。ブロッチャーとスタンバカでかいよ。ちなみにじゃここは待機稼ぐ番ですね。単発ください。止めて、そってもいけたな。勝ってもうかぶされてもいいやこの場合。よっけ。パンちゃんはまあ最悪切ってもいい。ベジットだけを大事にした方がいい。よっけ。さあバカ強いと120。いやー言うてもラベシ硬いな。振って OK。さあとりあえず一体持ってって OK。 大佐ありがとうございました。というわけで今回はね、僕のねレートでガチで使うかもしんないヤバすぎパーティーを使っていきました。お疲れ様でした。